ラグラスのパノラマラグラスは、フランス、奥下にー地域圏、オード圏のコミューン。ラグラスは、オルビュー川が交差する谷の底にあり、コルビエール地方に属する。バスコルビエール地方と呼ばれる、この一帯は、松や地中海性の植生に覆われた丘が特徴である。丘の斜面では、ワイン用のブドウ栽培が盛んで、地元産のワインが作られている。ラグラスの歴史は、 ネブリデュースとその同志たちが谷の底に定住してから生まれたサントマリード・ラグラス修道院の歴史と絡み合っている。778年、カール大帝は修道院の源となる検証を発し、修道院は後にフランス有数の規模に成長した。フランス革命時代、修道院は国家資産として二つに分割され、バルテルミーダルニが半分を購入した。 彼の代理人であったビクトール・アンニュイックは、修道院内のすべての彫像を破壊した。今日、修道院の一部が公開されており、修道士たちの居住部分は私有である。村には、多くの芸術家や職人の家があり、観光客を大勢引きつけている。参照元、INSEE ラグラスは、 中世のバスティードの観点から建設されており、古い壁の残骸や古い住宅が多く残る。ありがとうございます。